ボブキャット863、ボブキャット553、クローラー装着例、スキッドステアローダーとは小型のホイールローダーの一種である。スキッドは横滑り、ステアは操舵の意味で、双輪式ながら、操舵機構はなく、無限軌道付きの車両と同様に左右輪の回転速度や回転方向の変化で車両の進む方向を変えることが特徴である。アメリカ合衆国のメルローが世界で最初に開発し、1960年に M-400 として発売、その後企業名と製品名をボブキャッツに変えて普及に努めた。現在ではアメリカをはじめ、各国の農機、剣機、輸送機メーカーがスキッドスターローダーを手掛けている。この走行方式のため、トレッドとホイールベースを際限なく大きくすることはできず、摩擦係数の高い路面での小回りも苦手であるが、小型、低価格、簡潔な構造といった特徴を武器に、通常型ホイールローダーとの住み分けがなされている。4輪に油圧駆動、無段変速だが、左右それぞれの前後2輪はチェーンでつながれており、レフは存在しない。よって、旋回時の操作と車両の動きは、油圧ショベルやコンバインなどで見られるクローラーに近い。車内に走行レバーが左右2本あり、左右のタイヤそれぞれの前後進を操作する。例として、左右とも前に回転させると前進、右だけ前進させると左に曲がる。操舵機構を持つホイールローダーとは異なり、左右の回転方向を互いに逆方向にすれば、タイヤをスキッドさせながらその場で旋回させることができる。基本的に両手は2本の走行レバーを握っているので、ホイールローダーのように手を使って二役作業はできない。ブームの上下、バケットの上下には1本の十字型レバー、または2本の独立レバーの操作が必要になる。そのため、スキッドステアローダーの足元には2つペダルがある。左ペダルがブーム、右ペダルがバケットの操作で手足すべてを使って作業する。慣れの必要な機械である。最初に開発したのは、ボブキャットカンパニーの前身となるメルローだが、その操作の難しさを補うため、後発各社は様々な工夫を取り入れている。例えば、左レバーを走行、右レバーを二役作業にする機能。これであれば、ペダルでは大まかにしか動かせなかったバケットを細かく制御することができる。しかし、走行も1本のレバーで行うので、タイヤの直感的な操作はできない。使用用途に応じて、仕様を選ぶ必要がある。開発当時から変わらない2本レバー2つペダルは、油圧バルブ直結の機械式のため、故障しにくいが精密な作業が苦手である。一方、技術の進化に伴って追加された2本レバーだけで、走行、二役作業ができる仕様は、電気的に油圧を制御するため、故障のリスクが高まるが精密な作業が行える。標準では鉄格子の囲いが装備されただけの車体だが、快適な作業のために各社オプションが用意されている。オプションの例を挙げると以下のものがある。1958年に発売した M-200 は全2輪駆動で、1960年に4輪駆動のスキッドスターローダー M-400 を発売。1974年2月にミニホイールローダー Y30W を日本で初めて発売。ボブキャッツスクエアダンス。YouTube 2020から0813閲覧。遠隔1974年ホイールローダー Y30W 販売開始。ヤンマー。2020年8月13日閲覧。4、小型剣機市場の創造へ向けて、小型土工機の商品化 PDF 版。ヤンマー100年史1912から2012、ヤンマー。2020年8月13日閲覧。ジョブさん。トヨタ L&K 2020年8月13日、閲覧。ジョブさん。トヨタ L&K 2020年8月13日、閲覧。ありがとうございます。